能登島水族館では元日の地震により断水や配管が故障し、およそ4000匹の生き物が死ぬなど休館を余儀なくされていました。そうした中、今日復旧工事が完了したとして、子どもたちの夏休みに合わせ一部で営業を再開しました。これに合わせてオープニングセレモニーも行われ、地元の園児らが会場を盛り上げていました。地震直後は本当に何から手をつけていいのか分からなかったんですけど、たくさんの方々に応援のメッセージをいただいて、それを糧に私たちは頑張るしかないなと思って頑張ってきました。能登島水族館では未だ再開できていない展示についても順次復旧作業を行い、すべての施設の再開を目指すとしています。